あれ片っぽだよ。いや、両方とも違って。あ、ほんまやな。マスト的なこの部分をカットする、こっからこれをカットするぐらいな感じでいけるかな、どうかなっていうのが僕の真ん中での。
くいっぱいでしょ。すいません、はい、チーズ。はい。今西宮神社。西宮神社ですね。ですね。先ほど、お祓いを受けて、はいはい、でこれから出発するところですよね。はい、今のご神教。ご神教ってこの前これついてるこれなんですか、これ。これはね、あのカメラの上にピッつけてる。すごいマイク来たな。どうですかご神教は。とりあえず晴れてよかったな。そうね、雨上がったね。午前中ひどい雨だったからね。はいはいはい、もうちょっとこっち聞こいって。はいはい、はいはい、そうですかご神教は。はい。やっとここまで来たなという感じもしますが、うん、でも西宮神社で、あのお祓いをしてもらったら晴れるんじゃないかという話を朝していたので、本当にそうなりました、うん、そうですね、エベスさんにやっぱりここまで荒御霊だから、うん、コンセプトとしてこうエベスさんって荒御霊とにぎ御霊と両方祀られていると。それでやっぱりこう海からの漂流物っていうのは、まあ、いい意味も悪い意味もあるわけじゃないですか。それはまあ我々はちょっと震災もイメージしてるわけですけど、津波とかもね、海も恵みもあれば悪い面もあるのを両方神さんとして大事にしていこうみたいのがエベスさんはあるという話なんで、だからやっぱりここまでは荒れてて、ここでお祓いしてもらって落ち着いてよかったなみたいな感じはしますね。ね、本当にね。これから、船を担いで出発されるんですよね。で、一番最初の目標は目的地は、最初、門戸薬寺と東光寺さん、東光寺に、はい、それまで
いちらおちら担いでいくことになります。あそこ結構急なんですよね。急な坂ですよね。最後が今気がついた。最後がグッとグッと来る。今日も明日も明日向こう側ずっと登って宝塚で終わりかと思いきや生瀬まで行くんですよ。そうなんですね。なんか毎日最後グッと山道グッと山道で、栃明さんはダンサーさんなんだけど山登りが好きなんだよね。でコース最初に決めたのは栃明さんだから山登りをしたいんだよね栃明さんきっとね。そう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 、うん、だからテントも張ってそうそう、テント張ってっていうよりは、うん、なんていうかコーヒー沸かしてご飯炊いてじゃあ移動してくるから、うんうん、なんかこうなんていうの、あの生活全部がこう来るみたいな感じ。ああそうだね、うん、だから持てるもんなんていうのこう、うん、全部持って移動するみたいな感じですよね。っていうのがなんとなく僕の中ではあったので。なるほど、生活と一緒にそのまま全部持っていこうとしてるわけね、うんうん、あ海から山までね、海から山まで、うん、でそう、まあそうやってね人が暮らすってそういう感じかなと思ったんで、うん、したらちょっと重くて全部持てませんでしたけど僕なんか船は僕は船は面白いなと思うのは、はい、乗組員が一人でもやばいことしたら沈没するじゃないですか、うんはいはい、なんかで結構普通の生活もきっとそうなんだと思うんですけど、だけどは普通にやるとまあ俺ぐらいいいかなってみんな思ってるみたいのがあって、それでなんかまあ船に見立てたような仲間とかを劇団とかもそうじゃないですかね、よく作るんですけど、なんか最近思うのはでも仲間ってなんかよく まとまると目的を達成するとか成功するとか儲かるとかなんかそういう方にばっかり行くんですけど、なんかそういうことよりもこのメンバーの方が大事みたいなことってあるかなと思って、そういう時ってこうなんかわけわかんないことになっちゃった方が面白いっていうか、なん俺たち何アホなことやっとんねんみたいな感じがいいかなと思って。船山に登るってことわざってなんかリーダーが多いとめちゃくちゃなるよって意味でもあるけど、なんか船が山に登っちゃったらだからリーダーがいても進行とかめちゃくちゃなんだけど、それはまあ傍から見たら面白いかもみたいな話が僕はその生活っていう意味で言うと、まあ、今回のコンセプトっていう感じはありますけど、まあ、でも光さんがとそのいわきで出会って、それで原発の話があって結構実現したから、だからそれぞれ違う思いがねこうあるのが僕はいいなと思ったんですけど、それをこう被災地である西宮でやろうとしてる。そうね、そうなんだよね。どうぞ、どうぞ。光さんどうですか。だからそうですね、まあたまたまこの地っていうのが上がってきてもうそのまま自然に記憶が重なっていく感じがもう最初からあったので、うん、なので何の疑問もなくこういうふうな話を していたんですけど、うん、でもあの今言ったそのいろリーダーがたくさんいて ごちゃごちゃしながらこう登っていくみたいな、そういうのってあの被災地も同じことがあって、あでそれあのホームページであの異物の話をしていると思うんですけど、岸井さんの方で、うん、でも本当にそのごったにみたいなことが実際にリアルに起こって、うん、でそういったそのいろいろもうごちゃごちゃなものがどうやって共存していくかみたいなことを本当にすごく毎日毎日考えているような、うん、あの日々の中にいるので、この企画そのものがあの学びでもありますし、うん、この恵比寿信仰っていうものと あの出会いもすごくその、まあ、あの異物を排除するのではなくどういうふうにこう折り合いをつけたりうまく付き合っていくかっていうところをこうテーマにしながらこういうふうな信仰が出来上がってきたんじゃないかっていうことを考えさせられたり、うん、すごくあの答えが出るとかそういうことではないんですけど、うん、あのうんうん、感じることが多いですね、いろいろと、うん、だから異物がね、うん、見越して担ぎ手で来てくれるとね、うん、お前はなんだみたいな人と一緒に僕は担ぎたいけどね、困るだろうけどね僕はね、うん、だからなんかもうちょっと困ったことになっててもいいなと。ああまあそうなんだよ ね意外に順調かなみたいな順調すぎてね、そうそうそう、雨ぐらいはなんかもっとこうなんかね、最初私3人でこう担いでスタートしたのは良かった。あそうね、海からここまではそう3人だけだったからね、そうそう誰も撮る人も、ね、そうそう仕事が取れないからこう3人だとね、なのであのせめてビデオ撮れば撮りに行ってくれありがとうございます撮っていただいてみたいな、はい、うん。